皆さんおはこんばんは、シーマンのたつきです。はい、今回はですね、平岸徒歩6分にありますコンセプトルームというお部屋をご紹介していきたいと思います。でこちらですね、壁見ていただければと思うんですけど、ワンピースですね。今チョッパーがこうやってね、いろんな顔をしたチョッパー映ってるんですけど、ちょっとこういうのをご紹介しながら、ちょっとお部屋の方を回っていきたいと思います。間取りはこちら。それではフィビーゴーゴーゴー。こちらですね、はい、かの有名なシャンクスがルフィに帽子を授けるシーンでございます。はい、今となってはですね、シャンクスの中2人いるんだかいないんだかというお話がございますね。はい、でなんかあれらしいですね、この帽子をお前に預ける、映画、これからワンピースの映画ですね、大切な帽子だ、5月、8月の中にあるらしいんですけど、今回はシャンクスがルフィに登場するということで、すごく私自身楽しみにしております。では次行きましょう。こちら渡っていただくと、はい、見てください。もうフィギュアですよ、かっこよすぎません？もうワンピース好きにはたまらないですよね、マジで興奮します。見てください、これボンちゃんです。でこちらですね、アラバスタ編の、仲間の印だっつってね、デンマーク腕に書いてますね。このシーン泣けましたね、ビビとお別れするシーンですよ。で麦わら帽子がここにあります。すごいですね、好きな方はね、好きな時にこれ取っていただいて、かぶってお出かけしたらどうでしょうか。でこちら、手配書と言っております。はい、ね、ソレキングがちゃんと下にも映ってて、はい、で気になるお部屋に行きたいと思います。入っていただいてすぐ玄関ですね。玄関も、壁、こちら手配書となっております。はい、めちゃくちゃ可愛いです。サンジゾロ、この麦わら海賊一味、麦わらの海賊一味っておかしいですね、麦わらの一味の手配書がね、ずらりと並んでいて、でここを開けていただくと、はい、靴箱ですね、まあ、靴箱、シューズボックスとなっております。はい、で玄関の向かいの扉、こちら開けるとですね、なんとこちら、はい、やばくないですか、ワンピースの名シーンがゾロゾロと、ゾロだけにね、なんちゃって。はい、はい、やばいですね、やばいっすよ、マジでありったけの夢集めに行きましょうよ、皆さんで、ありったけの夢を書き集め、パパパ。キモいわ。はい、でこちらリビングになります。はい、まあ、どうしようかな、じゃあまずキッチンからご紹介しましょう。はい、キッチンもですね、かなり広くて、まあ、広いというかね、まあ、しっかり作業できるスペースありますし、でこちら、換気扇もあります。で収納するところもですね、もちろんこういう風にね、たくさん入れる、はい、ありますので使っていただければと思いますね。でこちら反対側も、まあ、何か食器とか入れていただければとは思うんですけど、ね、こういうところにもあるので、ちょっとこう頭気をつけていただければと思います。はい、でこちらですね、まあ、ここに冷蔵庫を置いていただいて、まあ、十分な高さスペースあるので、まあ、大きいですね、冷蔵庫買ってもらえればと思います。はい、キッチンといえば、はい、はい、キッチンといえばですね、まあ、もちろん、サンジさんをね、思い浮かべていただけるかと思うんですけども、ね、黒足のサンジって言われて、今は何ですか、ね、いや、俺黒足じゃないんですけど。はい、俺めちゃめちゃ硬いです、足使えないですね。今なんだっけ、あれ、ビンスモーク家、ね、サンジのお父さんですとかね、いろいろ兄弟一時二時とかね出てきたんですけど、はい、では浴槽ですね、見ていただければと思います。まず、はい、こちら洗面台、はい、もちろんね、ここ首が伸びるので、とてもこういった周りお掃除するのに
いいのかなと。なんかあれらしいですよね、今悪魔の実も結構昔から物にね食べさせることができるっていうねことがあると思うんですけど、もしかしたら食べてるかもしれないですね。はいでこちら、はい、洗濯機ですね。はい、ね、ここ置いていただいて、まあ、洗濯していただければとは思いますね。はい、でこちら浴槽となっておりますね。ルフィたちはいつお風呂に入っているのかっていうところ疑問する頃ではあるんですけど、ここでね、今汚れた体を洗い流していただければと思います。はい、ではメインの、リビングですね。こちら、先ほどオープニングもですねご紹介させていただきました、わたあめチョッパーですね。とても可愛い彼となっておりますね。いるんじゃないですか、やっぱりこういうの見て、あ、これめっちゃ住みたいなっていう人いるんじゃないですかね、マジで。日当たりもめちゃくちゃいいですし、で、ね、あのストーブ、暖房も完備されてますので、もう問題ないですよね。しかも白貴重でめっちゃここ可愛いっていうか綺麗ではあるんですよね。で、こちら一応洋室、一応あの5畳とは記載がございまして、ね、もうベッド、もう大きいのダブルベッドな何なのかんなの置いていただいて、ね、楽しいことしていただければと思うんですけれども、で皆さん気になるのはクローゼットですよね。まあ部屋はいいけどクローゼットはちょっと狭いと嫌だとかっていう方たくさんいると思うんですけれども、こちらご安心ください。はい、ウォークインクローゼットとなっております。はい、これもですね、まあ、今回同様手配書が、書かれておりまして、いろんなもの入りますね。ここいっぱい物を入れていただければなと思うんですけど、何を入れるんですか。まあもちろん、ありったけの夢をかき集め、ワン、ツー、スリー。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。こちら、中之島の駅から徒歩7分、平岸から徒歩6分で来れる場所ですね。まあ、こちらの駅使っていただいてもいいんですけど、まずこちらね、メリットじゃなくていいところ紹介すると、まあ、ワンピース好きにはたまらない物件ですね。もうウォークインクローゼットの中も広いですし、玄関にもね、そ玄関の階段、先ほど最初ご紹介したと思うんですけど、あえてこうフィギュアが飾られるとね、仕事に行くときとか、よし、頑張ろうとかってね、ちょっとでも思える方はいるんではないでしょうか。でね、こう疲れて帰ってきても、うわぁ、ルフィめっちゃかっこいいな、この物件最高だわ、つってね、なんかこう、一思いふけてね、あ、今日疲れた、つって、こうやってバッて冷蔵庫開けてビール買って、こうして飲んでてもらってね、なんかこう、楽しんでいただければなと。っていうので、まあ、コンセプトルームっていうのを今回ご紹介させていただきました。はい。で、まあいろいろね、これからシーマーですね、物件紹介していきますので、まあ、結構いろんなこう人が変わったりして動画に映ってたりもするので、こういろいろ見ていただければなとは思います。それでは皆さんまた会いましょう。はい、で今ですね、トイレちょっと見てるんですけど、ね、こうやってNSロビーに助けるところですよね。行きたいっつって。で、その戦いが終わった後に、ここ。ね、このお別れのシーンですよ。今までありがとうって言ってね、この別れでこうみんな泣くシーン。もうべらぼうに感動しましたね、私。で、ね、ゾロ、ここね。これあれですよ、バーソロミュークマと。そうそうそう。ね、何でもないっつって、何もなかったって言って、いいですね。で、こっからね、こうエースの、あれですよ、頂上戦争、かっこいいですよね。これちゃんと皆さん、これ、あれですよ、ミスター3もしっかりと映ってますからね。ちゃんと、ね、で、ここでね、幼少期のところがあって、で、こちらですよ、仲間がいるよって言って、感動する場面ね、ジンベイにドーンと首掴まれて、お主に残されるものは何じゃーっつってね、仲間がいるよってね、感動しましたね。してないですよ。してないですよ。で、もちろんね、チョッパーとかいろいろ書かれているので、まあ、他にもね、あるんですけど、そこはまあ、ここを選んでいただいた方に見ていただければとは思います。